よく見ると小さな動物たちが隠れている絵に。日本の浮世絵からインスピレーションを得たという絵。フランス北西部に位置するブルターニュ半島を舞台に描かれた作品が並ぶブルターニュの光と風展。今日は2万人目となる来場者に記念品が贈られました。シャルル・コッテっていう方の海っていう作品が、空とか海のシンプルさが綺麗だったと思いました。モネやゴーギャンなど45人の作家の作品およそ70点を間近で見ることができるこの展覧会、福島県立美術館で今月27日まで開かれています。